エンガディンは第一次世界大戦時のイギリスの水上規模艦。エンガディンはウィリアム・デニーブラザーズ社でホークストン・ブローニュシュルメール艦のフェリーとして建造された。1911年9月23日に浸水し、スイスのエンガリンにちなんで命名され、1912年に竣航した。九百十四年に姉妹船リビエラと共にイギリス海軍に買い取られ、 ショート184水蒸気4機の運用能力を付与された。エンガデンの搭載機は1914年12月25日のクックスハーフェン襲撃に参加した。1916年のユトランド沖海戦の際にはエンガデンの水蒸気の1機がドイツ帝国艦隊の偵察を行った。これは空気より重い航空機により行われた史上初めての敵艦隊の偵察であった。 戦闘の後、エンガデンは大破した、装甲巡洋艦ウォーリアの乗員を救助し、その後ウォーリアを栄光した。戦争後半は地中海で活動した。1919年12月に、元の所有者サウスイースタナチャタムレールウェイ社に買い戻された。1933年に、フィリピンフェルン・ハーマノス社のコレヒドールとなり、マニラセブ島間で運航された。 1941年12月17日、避難者を乗せセブ島へ向かおうとしたコレヒドールは、マニラ湾中央で E124 が付設した機雷に触れ沈没した。乗船者は、アメリカの機雷に触れたと思ったという。現場に駆けつけた、魚雷艇 PT-34、PT-32、PT-35 が1200人の乗客のうち、 およそ280人を救助した。ありがとうございます。